チャールズ・ストロスは、イギリスの SF 作家、ファンタジー作家、ホラー作家。量子論を用いた、スペース・オペラといった、ハード SF を作風とし、アレステア・レナルズ、ケンマ・マクラウド、リズ・ウィリアムズと並んで、英国 SF 界の新鋭と称されている。また、ラブクラフトもののホラー作品も手がける。リーズ出身。6歳の頃から作家となる夢を持ち、ホワイトドワーフ氏に、 ダンジョンズドラゴンズの記事を書く。1986年にインターゾーンチでデビュー。1980年代後半から1990年代初頭までに12作品を執筆した。ロンドン大学で薬学の学位を得るも薬剤師になるのをやめて、ブラッドフォード大学に再入学、コンピュータ科学で学位を取り、2000年代にはリナックスやパールといった、 フリーソフトウェアのジャーナリストとして働いた。フィクションも1998年から再び執筆し始め、現在はほぼフィクション作家としてフルタイムで執筆している。2005年、ザ・コンクリート・ジャングルで9号賞受賞。2007年3月現在、エディンバラ在住。2007年より発表した近未来小説、ホールティング・ステート・ルール34は、 三部作となる予定だった。しかし2013年、エドワード・スノーデンの告発などにより、小説のアイデアにする予定だった、情報活動が、すでに実際に NSA によって行われていることが判明したため、続編の執筆を断念した。また、同シリーズの記述の多くは、現実のものとなっており、現時点で実現していないのは、スコットランドの独立と量子コンピュータによる、 公開鍵暗号の解読のみだという。このような経歴のためか、フリーソフトウェア運動に対する造形が深く、未出版の作品をクリエイティブコモンズライセンスで公開したり、運動の提唱者であるリチャード・ストールマンを彷彿とさせる人物が登場する作品もある。2007年のアジアで、初めてのワールドコン日本2007に続き、2010年4月10.11日、大宮で、 開催の SF コンベンション、ハルコンの、ゲストオブオナーとして来日。PSA、ホワイ I ア・ h e r e Won't Be、A Third Book in the h o ステートトリロジータリーズダイアリーチャーリー・ストロス。ありがとうございます。